四十九。我が身を帰り見て。各、方々につけて、一節の思い出らるべきことなくて、すぐしはべりぬる人の、ことに行く末の頼みもなきこそ、慰め思う方だにはべらねど、心すごをもてなす溝とだに思いはべらじ。その心、なお、うせぬにや。 物思い勝る秋の世も、端にいでいて眺めば、いとど月やいにしえ褒めてけんと、見えたるありさまを催すようにはべるべし。世の人の意むと言いはべる鳥よも、必ず渡りはべりなんとはばかられて、少し奥に引き入りてぞ、さすがに心の内にはきせず思い続けられはべる。風の涼しき夕暮れ。 聞きよからぬ一人ごとを書き鳴らしては、嘆き加わると、聞き知る人やらんと、ゆゆしくなど覚えはべるこそ、おこにもあわれにもはべりけれ。猿は、あやしゅう黒みすすけたる造紙に、そうのこと、ワゴン、調べながら心に入れて、雨降る日、ことじ倒せ、なども言いはべらぬままに、散り積もりて、 寄せ立てたりし、図紙と柱との挟まに首差し入れつつ、琵琶も左右に立ててはべり、大きなる図紙人鎧に暇もなく積みてはべるもの。一つには古歌物語の絵も言わず、虫の巣になりにたる。難しく這い散れば、開けてみる人もはべらず、片つたに文ども、わざと置き重ねし人も、 はべらずなりにしのち、手、ふるる人もことになし。それらを、つれずれ、せめて、あまりぬるとき、一つ、二つ、引き入れてみはべるを、女房集まりて。おまえは、かくおわすれば、恩幸いは少なきなり、なじょう、女が、まんな文は読む。昔は、今日読むおだに、人は正式。と、しりうごち、言うを聞きはべるにも、 物意味蹴る人の、行く末、命、長かんめるよしども、見えぬ試しなりと、岩まほしくはべれど、思いくまなきようなり、こと、はたさもあり。よろずのこと、人によりてことごとなり、誇りかに、キラキラしく、心地よげに見うる人あり、よろず、つれづれなる人の、紛るることなきままに、古き本を引き探し、 行いがちに口ひひらかし、ずずの高きなど、意図心づきなく見ゆる技なりと思いたまえて、心に任せつべきことをさえ、ただ我が使う人の目にはばかり心に包む。まして、人の中に混じりては、岩わまほしきこともはべれど、いでやと思え、心うまじき人には、言いてやくなかるべし。 物もどき打ちし、我はと思える人の前にては、うるさければ、物言うことも物うくはべる。ことに、意図しも、物の方々、得たる人はかたし。ただ、我が心のたてつる筋を捉えて、人をばなきになすなんめり。それ、心より、他の我が面影を、はずとみれど。 え、さらず、差し向かい混じり至ることだにあり。しかじかさえ、もどかれじと、恥ずかしきにはあらねど、難しと思いて、ほけしれたる人に、いとど、なり果ててはべれば。こうは、おしはからざりき、いと、えんに恥ずかしく、人、見えにくげに、そばそばしきさまして、物語好み、よしめき、うたがちに、人を人とも思わず、 寝たげに見落とさんものとなん、皆人々、言い,い思いつつ憎みしよ見るには怪しきまでおいらかに、ことひとかとなん覚える。とぞ、皆言いはべるに、恥ずかしく、人に、こう、おいらけものと見落とされにけるとは思いはべれど。ただこれぞ、我が心とならい、もてなしはべるありさま。宮のお前も、一と 打ち解けては見えじとなん思いしかど、人より毛にむつましゅうなりにたるこそ、と、のたまわするおりおりはべり。くせぐせしく、優しだち、恥じられ立てまつる人にも、そばめ、立てられてはべらまし。